ネペンテスアッテンボロギは山岳地帯に分布するウツボカズラ族の食虫植物である。本種の学名は著名な動植物学者にしてプロデューサー、ウツボカズラ族の食虫植物に多大な関心を寄せていたデイビッドアッテンボローに懸命されたものである。このネペンテスアッテンボロギの特徴は巨大なベル型の補虫器であり、蓋幅狭まで開口部に対して直立する。 ネペンテス・アテンボロギのタイプは、フィリピンパラワン州中部にある、長ョ鉄出願室のビクトリア山山町にて、採取された。ネペンテス・アテンボロギは、イギリスの植物学者であるアラステア、エス・ロビンソン、同地質学者のスチュワート・アール・マクファーソン、それに、ドイツの博物学者であるボルカービー・ファイン・リヒラのチームにより2007年に発見された。彼らはフィリピンに生育する。 ウツボカズラ族の目録を作るべく、2ヶ月にわたって、ビクトリア山周辺を探査していた。ネペンテスアテンボロギーの正式な記載は、2009年2月に出版された、イギリスの植物学雑誌、ベタニコル・ジャーナル・オブ・ザ・ラニーアン・ソサエティー上でなされた。作成された標本、A、Robinson ・ロビンソン・ AR-001 は、ホロタイプに指定され、プエルト・プリンセサにある、 パラーン州立大学のハーバリウムに収蔵されている。ネペンテスアッテンボロギーの幼弱個体の補充器。典型的なベル型であるが、その高さはまだ数インチ程度。ネペンテスアッテンボロギーは直立するか、幹木に巻きついて伸びる。茎は直径3.5センチメートルほどの太さになり、断面はマリー。高さは時に1.5メートルにも及ぶ。葉は、なめし側のような質感で無柄。 もしくは半有柄。ロゼット葉は長さ 30cm、幅 10cm ほど。保福形に生じる葉はより大型で、長さ 40cm、幅 15cm ほどになる。葉の形状は楕円形、上端は鈍角で、基部はだんだん細くなる。葉の基部は抱えぐきし、2から 3cm にわたって茎外周のに3ほどを包む。ネペンテスアテンボロには、 ウツボカズラ族の植物の中で最も大きな補充器を作るものの一つである。時にはその補充器の大きさで知られるオウツボカズラをも超える。しかし、オウツボカズラの最大記録を超えるものは未だ見つかっていない。ネペンテスアッテンボロギンの最大の補充器の記録は容量1.5リットルのものであり、2リットルを超えるものもあるだろうと考えられている。 ネペンテスアッテンボロギの補充器は日形性であり、貝袋と上位袋とに区別される。貝袋は、硬質で脆く、ベル型で高さは、最大 30cm、直径 16cm、長さ30から 40cm、直径4から 9mm の鶴から生じる。鶴は歯に近づくにつれて、顕著に平坦となり、その断面はアーチ型である。上位袋は、 貝袋に似るが、全体の形状はロート型。高さ2 5トル直径1 2トルネペンテスアッテンボロギの花は8 0トルにも及ぶ、相乗花女を示す。尾花の穂は約100個の花柄を、長さ最大4。花は包容を描き、鈍角の先端を持つ、幅広で卵型の赤い花びらをつける。目花の花女は、尾花のそれよりも短く、 最大65センチメートル程度で決して分岐しない。最大7個の蜜に配列した花を20センチメートルほどの短い果軸に生じる。花弁は茶色から紫色、卵形で先端は尖る。本種はパラワン州ビクトリア山山頂付近の限られた地域の固有種として知られている。この土地では0.8から1.8メートルほどの 高さの寒木が上空鉄室岩に飛んだ土壌に散在しており、植生は比較的素である。他のウツボカズラ属の植物は見られない。多数のウフラが浮いたネペンテスアッテンボロギの貝袋。ネペンテスアッテンボロギの補充器は蓋が開いており、多くの場合液体で満たされている。この液体は補充器の底付近で年長、上部ではサラサラとして二層になっており、 混合することはない。上層の液体は、ネペンテスインフォナと呼ばれる独特の生態系を提供しており、内部には特に防フラが多く見られる。このような生物群を保持することで、補虫器は継続的に獲物を取られるとともに、これらの生物が生産するデトリタスも植物体にとってメリットとなる。ネペンテスアッテンボロギは同じパラワン州に分布する。 ウツボカズラであるネベンテス・マンテリンガー・ゲネンシスや、エヌミラ、ミンダナオ島のエヌペルトタ、ボルネオ島のエヌラジャなどに禁煙である。ボルネオ島やミンダナオ島の種との禁煙性は、エヌミラの記載時に報告されていた観察結果と一貫するものであり、また古生物学な知見からも指示される。このような証拠に基づきロビンソンらは、パラワン州やミンダナオ島の超鉄出願室土場に分布する。 これらのウツボカズラ族の類縁種は、もともと、ボルネオ島にあった共通祖先から、敵を放散して生じたものであると結論付けている。ありがとうございます。